ついた間違った常識に気づいちまったら、どんなに寒くても誰かに笑われてもすぐに脱ぎ捨てるよ。ガリレオとピアサとニュートンだって君もできるのさ。流されないで Don't be アフリカアウトサイダー。ウィークリー沖縄バスケットボールは日々更新される沖縄バスケ情報を週に一度お届けするニュース番組です。今日のトピックは、琉球ゴールデンキングスが2021-22 シーズンのロスターとチームスタッフを発表いたしましたので、そちらを確認していきましょう。トピックに入る前にオープニングの曲を紹介させてください。沖縄の人気バンドシャオロントゥーザスカイに楽曲の提供をしていただきました。シャオロントゥーザスカイのボーカル魂さんは名門コザチューバスケットボール部の OB、 高校までプレーを続け、話を聞く限りではかなりの腕前だったと思います。そんな魂さんがアウトナンバーとともにフィーババスケットボールワールドカップ2023を盛り上げてくれるということで、全面協力をしていただけることになりました。新曲アウトサイダーを2021-22 シーズンのオフィシャルテーマソングとして使用させていただくことになりました。概要欄にシャオロントゥーザスカイの情報を貼っておきますので、皆さんチェックしていただけたらと思います。コザといえばバスケ、コザといえばロケンロール、音楽の力で沖縄バスケットボールを応援していただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。6月30日に三原勇気選手との契約継続が発表され、ロスターが確定しました。継続は並里選手、エバンス選手、岸本選手、田代選手、今村選手、三原選手、小野寺選手、クーリー選手、牧選手の9名。クトゥシン・ユタサルグトゥ・ウニゲー・サビラ。そして新規加入にコー・フリッピン選手、アレン・ダーラム選手、コテラ・ハミルトン・ゲイリー選手、渡辺ヒュー選手、新規加入4名です。メンソーレ。そしてヘッドコーチ、アシスタントコーチを含めたスタッフが発表されまして、新規加入4名、継続6名の計10名という大所帯になっております。メンソーレ、コトシン、ユタサルグトゥ、ウニゲーサビラ。アウェーゲームもみんな行くのかなっていう疑問が浮かびますね。そこもチェックしていきましょう。それにしても今回キングス本当に素晴らしい補強をしていますよね。歴史的な補強ですよね。でバランスの良さよりも層の厚さを重視し、チーム内競争は激しくなるものの、負傷者が出た場合にも備えつつ、激戦が連続するチャンピオンシップでも戦い抜くことを念頭に置いたロスターということをコメントしております。新規加入のコー・フリッピン選手、アレン・ダーラム選手、そしてコテラ・ハミルトン・ゲイリー選手、渡辺ヒュー選手ということで、機動力と高さっていうところでそれぞれ2枚ずつ補強しているっていうのが力強い、心強いですよね。昨年11月に帰化したばかりのハミルトン・ゲイリー選手と、日本代表で若手成長株の渡辺ヒュー選手ということで、この帰化して間もない選手と新人の有望選手をずっと取れるキングスのこの補強はすごいなと思います。サンロッカーズ渋谷は伊佐勤ヘッドコーチの契約継続を発表しました。そして渡辺龍之介選手も継続となっております。そして三遠ネオフェニックスに山内森久選手と津山翔太選手の新規加入が決まりました。 B2 では友利健也選手の継続、 B2 香川は上田純喜選手継続、そして伊集隆也選手が新規加入しております。 B3 はトライフープ岡山で川光選手が継続、そして新規参入のベルカ長崎には狩俣雅也選手が移籍して、菅沢則之選手も加入しました。
最後に男子日本代表強化試合の日程です。7月7日水曜日ハンガリー代表、9日金曜日ベルギー代表、11日日曜日にフィンランド代表と沖縄アリーナで対戦します。八村選手、渡辺雄太選手も合流すると思います。要チェックや。ウィークリー沖縄バスケットボール、毎週木曜日に軽くですけれども沖縄バスケ情報をお届けいたします。沖縄アウトナンバーは日々の沖縄バスケットボールの情報発信やフィーババスケットボールワールドカップ2023に向けての機運醸成の取り組みを行っております。アウトナンバーではバスケットボールライター、バスケットボールジャーナリストになりたいという方を募集しています。興味のある方は概要欄に連絡先がありますので、そちらからお問い合わせください。今後もバスケットジャーナリズム、バスケットボールビジネスを学べる場を作っていきたいと思っております。またもしよろしければアウトナンバー YouTube のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。